金星における、江戸地とは、マサキ藩の城下町、マサキを中心とする、和人地を除く北海道本島、及び、サハリン島や千島列島を含む周辺の島々を合わせた地域の総称である。大部分は、アイヌの居住地であったが、よそから移り住む和人も存在した。また、サハリン島では、カラフトアイヌ以外に、ウィルタやニブフも居住していた。年に、 北海道の名称が定められると用いられなくなった。行記図が描かれた天保年間の大皿。右端に絵図の文字が見える。1840年に日本で描かれた世界地図。絵図はサンタンやマンチュなどと同じ色で塗られている。中島緑道によって1853年に描かれた世界地図。絵図地も描かれ、いくつかの地名が載っている。 江戸時代まで日本では、北の境の認識が希薄だったと言われている。15世紀から16世紀にかけて、小島半島南部の領主に成長していった柿崎氏は、豊臣秀吉、徳川栄康から、江戸地の支配権、公益権を公認された。江戸時代になると、柿崎氏は、松前氏と改名して大名に弟子、正木藩となる。 北海道太平洋側と千島を東江戸と呼び、北海道日本海側と樺太を西江戸地と呼んだ。ところが、完成から文化期に入ると幕府は南下政策を強力に推し進めるロシアを警戒し、1799年に東江戸地を1807年に西江戸地を天領として、1809年、樺太島の故障を北江戸地と正式に定めた上で、 東北諸藩に警備を目的とした出兵を命じた。緊張が緩和したと思われた1821年には、江戸地の大半を、正木藩へと返却したが、諸外国との緊張が再び高まった1855年には、お島半島の一部を除いて、再び天領とした。幕府は、財政負担軽減のために、仙台、森岡、広崎、久保田、 マサの東北の大半に対して、沿岸の警備義務を割り当てて、合図と省内の二半もそれに続いた。当時の古地図1712年発行の和漢三歳図絵には、エゾ島の孔があり、古地図の差し絵がついている。1854年、千島列島、前から太島やカムチャツカ半島までも明記した、海星エゾ全図なる、名称ロシアの進出に伴い、 江戸時代末期になると、異民族の住む地を意味する、江戸地のままではいけないという意見が見れたものの、江戸時代には解消は実現しなかった。合図、庄内両藩が、江戸地の売却をプロイセンに提案。ビスマルクからの返書が届く前に、板垣大助、伊地地正春らが合図城を攻略したため売却計画は阻止された。財布の大村松次郎は、 周囲の敵対勢力を徐々に陥落させてゆく長期戦を支持したが、戦地の板垣大輔、伊地地正春らは、これに反対し、一気化成に敵本人を攻める短期決戦を提案。長期戦となっておれば、日本の国境戦は大いに変わっていたと言われる。1869年6月27日の函館戦争終結をもって、 母親戦争が終わると、同年9月20日に新政府は、大上官府国によって、蝦夷地に北海道の名前を与え、北蝦夷地は、カラフトと改名した。この時最後まで、蝦夷地であった地域には、北海道11国86軍の内柿の両政国が置かれた。ありがとうございます。